はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ディアパソンの DR5 ですよ。 DR5 のですね、新品ピアノが1台入っております。在庫処分ということで、お値段は電話でお聞きください。メールじゃなくて電話でご連絡くださいね。びっくり価格でお届けしたいと思います。1台だけです。もうこの1台で終わりです。はい、一番先に言っていただいた方のところへ行きます。新品ですよ、ね。なんと値上げ直前、ディアパソン実はですね、この間値上げしたんです、久しぶりに。でその値上げする直前に仕入れたので、めちゃくちゃラッキーですね。何万か上がってますから、その分は安いですし、さらに展示処分ということで、お値段はお楽しみにということですね。モデルは DR の5ですね。183センチですから、もうまさに大橋モデルです。大橋さんのね、設計そのものです。よくね、ネット見てるとね、最近のディアパソンは、大橋デザインってそこのフレームが入ってないから、違うんちゃうかって書いてね、よく、書いてありますけど、違います。ライセンスがね、ちょっと切れて、それで、もう今は入れてないだけのことで、設計はそのままです。昔のまま。で、一本張りとかいうのはね、のもあります。すごいね、ハイグレードな DR300 とかね。もちろんフレームとか一緒なんですが、もともと大橋さんは一本張り作ってなかったので、まあ後から一本張りにしただけなんですけどね。だから、本当の意味でのオリジナルは、このタイプです。こういうたすき掛けのね、この183センチの大橋さんの設計そのものを、残してるモデルが DR の5なんですよね。まあ新品なのでこんなちょっと貼ってありますけど、ここに隙間が入ってますもんね。で、ちゃんと新品ですから、こういうディアパソンの、ワックスと、それから何ですか、この赤い布ですね、キーカバーですか、それから、クロス説明書、それから下に敷くね、このインシュレーター、その辺のものは全部ついておりますのでね。はい、いかがですか。3本ペダルですよ。ディアパソンは日本で初めて最初に3本ペダルのピアノを出しました。その後河合が出して、だいぶ遅れてからヤマハが3本ペダルにねしたと。まあヤマハも分かるんですよ、なぜそうしてたのかね。まあもともと3本目のペダルは使わないのでね、ほとんど弦断曲以外は使わないので日本で十分なのですが、これは3本あります。それでは音を聞いてください。ああ、優しい音、重低音ね、このすごい音、低音。新品の音ですね。中古のピアノをほとんどピアノのとこ扱ってますから、ガンガンになるね、ピアノばっかりですが、まだ新品なんで、これから自分の音を作っていくというね、まだ若い音がしてます。これからこの例えば響板ってね、すごくいい材質ですが、これが振動していって、弦もガー振動していって、その振動に馴染んでくるんですね、鍵盤、響板の響きがね。そうなってくると、さらに、もうなんていうかな、こう押した瞬間にポーンと伸びるね、音になるんですけど、まだ若い音ですから、まあ 2,3 年弾き込んでいただいて、自分の癖をつけていくという楽しみが新品のピアノにはありますね。大橋デザイン、ディアパソンの DR5 183センチタイプです。ご希望の方は1台限り、一番先にご連絡いただいた方にお譲りします。値段はお問い合わせください。それでは
さよならー。